休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。上岡忠議員。お許しいただきましたので、一般質問をしたいと思います。今回も昨年の12月に続きまして、最後になりました。一括での質問になったわけでございますが、ルール13人の質問を聞き、答弁を聞きました。非常に矛盾した答弁とかですね、市長と課長が、言いようことが違うとかね、非常に、違和感のある一般質問のように感じております。どうか間違いようにですね、答えていただきたい。早速質問に入ります。まずはじめに土曜保育の延長について質問します。私は議員になって3ヶ月目、26年の9月以外にこの問題を取り上げました。私の公約でもあり、1年前に市長になった中枝市長の公約でもありました。翌年27年の3月以外にも答弁し、その時の保育の係は福祉事務所にありました。福祉事務所の所長がですね、伊勢脇さんという敏夫さんが担当管理職でありました。思わぬ答弁をいただきました。私もそのように考えておったから、できるだけ早く実施すると、そういうご答弁をいただき、28年4月から実施をされたと。3円で実施をしていただきました。本当に初めてのですね、まあ、質問みたいなもんで、2年後には、1年半後には実施されたと。非常に私自身も嬉しく思ったことでした。そしてですね、伊勢崎所長曰く、まあ、とりあえず3円であるが、将来的には増やしていかないかという考えでございますということでありましたが、その後3年経ってもですね、全然進まない。伊勢崎課長は退職しました。進まない。そこで行を煮やして、私は昨年の12月市長にですね、質問をしました。どうなっちゃうか。市長の答弁は、非常に反省してますと、前向きに検討しますということでありましたので、この4月を楽しみに待っておりました。答弁では反省しとると言いながら実施はしないと。そのことについて、私は行政の公平さから言うてもですね、私はすべき。なぜなら、例を挙げますが、愛媛の隣には何にものでできた保育園があります。そこは日曜日もしようと、看護さんもつけちゃう。その中で公立の市長が直接の管理をしよう。保育園、古い保育園、愛媛市長は残しました。その保育園は62名の園児があるが、してない。市長のあの反省の言葉はどうだったのか、本会議で。そのことについてもご答弁願います。次に、同じく保育行政でございますが、現在兄弟で別々の保育園に行きようとおらんのか、そのことについてまず1回目の質問をしておきます。そのことに問うのは、私3人の親から兄弟別々になって困っとるという話をこの2年間に伺ったからでございますが、その方は、私に相談した方は、その年にはならなかったが、今現在は同じ保育園に行っております。公立保育園でございますが、そのことについて今おるのかおらんのかを問います。次にですね、大学の誘致についてですね、ご質問します。私を入れて大学誘致については7人の議員さんが
質問するわけです。6人の議員さん、若干反対の方もある、大いに推進の方もある、そういう中での最後の代表の立地の質問でございます。私は冒頭言ってきます。私は35年前、私は70歳ですので、ちょうど今の半分の時、経験的な時、役所の職員でございました。ある県会議員の立候補にあたる政策に大学誘致を一番先に挙げ出した。私は大学誘致は35年前はこれが企業誘致よりも一番ええという思いでございました。それはどういうことか、なぜそんな思いをしたか。私は開校5年目、昭和46年に大学へ入学しました。開校5年目でございました。その時の生徒数は1500人弱の大学でございました。12年後、34歳の時に大学へ行ったら、自分の下宿がわからない。大学の人口、生徒数は3倍強、4500人を超えておりました。それはまあ人口がどんどん増える、進学が増える時でございました。そういうことで、大分の外れの大分市ではございましたが、大台というところでございましたが、町が変わっておったと、びっくりした。自分の下宿がわからない。その時、35年前は企業よりも何よりも大学誘致した方がええという思いで、ある先輩の県会議員の立候補の時に政策に挙げた。しかし今はどうでしょうか。人口減少の中で誘致をしたら20年先、30年先はどうなるのか。私は市会議員の一人として今の状況では持ちませんと。新興大学についてですね、市長もある議員の答弁に 31% のよく勉強してですね、定員割れの大学があると。それは東大をはじめ国公立大学には定員の割れがないんですね。すべて私立大学、まだ具体的に言うと地方の大学ほど定員割れが多いわけです。四国の私立大学9校あります。9校中5校が定員割れ、特に高知県は私立大学が2校でございます。その2校合わせて2校とも2校合わせて半分の定数も満たしておりません。そういう中でですね、私は20年先の30年先を見といたときに、どうしても止めないならんと言うてます。なぜならただで来てくれるぐらいだったらいいですよ。10億円の上限、10億円じゃないですよ。今議会でも補正予算に1000万の単費をつけてます、大学が来るために。そしてですね、教育上も先ほどの答弁にもありました、下田中学校2年間下ろすについてはね、非常に環境が悪いと、教育環境は悪いところへ大学を来るために2年も下ろすとなってないね。そういうことで私は反対の立場でおります。なぜなら2回目の質問で合理的になぜ来れんかという話もします。まずですね、質問をします。下田中学校のね、再編中にいつ誰が大学誘致を決めたのか、どんな会議で政策会議を開いたのか、どんな会議で決めたのか、ね、2つ目には誘致にする補助金の上限10億円の根拠、市民にも私にも分かるように説明をしてください。今までの副参事の話では、市民が認められる上限が10億円ぐらいだろうという説明は受けました。納得しておりません。3つ目に移ります。
防災拠点ってね、今ある中学校の体育館ね、いろんな質問がありました。このことも答弁に私は納得してません。地震防災課長はね、防災大臣ですよ。自分どこ今よりか悪くなることにね、テント村を作るとかいう話じゃないですよ。ね、どういうことか。地震が来たら、津波に来たら、10ヶ月、1年、公立中学校であれば、あの体育館を使える。じゃあ、大学と協定を結ぶから大丈夫と言えますが、大学は1年間休校するんですか。まずそのことをお尋ねしておきます。4つ目、補正予算でもね、海の道具を計上されているが、目的およびですね、必須を簡単に教えてください。5つ目になるんですが、市長にお尋ねします。大学誘致のね、するというふうに政策決定されてますね。10年先、20年先、30年先をね、やはりトップリーダー、市長はですね、見通さなきゃと思うんですね。先ほども前段の答弁によるとですね、市長は学長さんもですね、人口減少になる、18歳人口が減る、その中でね、外国の留学生も考えないから、市長もそう答えました。先ほどは担当副参事はよね、考えてないと。市長は考えているのに考えてないというのはどういうことかということも副参事にお聞きします。市長は考えというふうに言ったんですよ。あなたは考えて市長がいないのか、このことについてもお聞きします。次にですね、この誘致する大学についてですね、京都看護大学ですが、表はこの大学は卒業したらどんな国家資格の受験資格が得られるのか、また合わせて教員の免許は単位を取得したら取れる大学か、まあ言ってみればそのようにお聞きをしておきます。もう一つここで付け加えるならば、体育館の話も川淵議員の時と違っております。川淵議員の時は体育館は作らない。先ほどの答弁では体育館も使うんです。体育館は私の聞いたところは多目的ホールで食堂とかにするというふうにお聞きしてる、ね、大学卒業単位には必修で体育はいらないのかと、そのことも調査をしているはずですのでお聞きしてます。お聞きします。次に図書館についてもお聞きします。図書室は言いました。320人定員の大学は文部省の認可基準でも蔵書何冊いるんですか。まず教えてください。以上、まあ1回目の質問には大学に関する部分についてはそのようにお尋ねをしておきます。3つ目の質問に入ります。島田中学校再編について市長のですね、決断についてお聞きします。私は今回もまた市長はこのような決断をしたのかという思いです。それはなぜか、保育園の時の決断もやはり反対があってですね、愛育園を残す。2つはじめは愛育園ともみじ保育園を一緒にでなくして一つ作るという。今回も市長に委ねたどうかということは別として、市長の判断で1、2年生を残すと、2年間は続けると、またいろんな要望が出ておりますけれども続けてくれということでいた。その決断は非常にまずい。なぜまずいか。教育長にも関係するんですが、先ほども教育長も言われました。
プールも上がらないか、3階に小学校を下ろす、そういう教育環境が悪い中で2年間すると。一番いいのは、教育長の考えでは、再編をして中中か日中にいてもらうことが一番いいと。一番いいのに、悪い選択を市長がした。ねえ、それでおかしい。まだおかしいんですよ。総理大臣の中で、歴代の総理大臣の中で、人の命は地球より重いと言うた市長がおるんですが、市長じゃありません、総理大臣がおるんですが、おるんですが、ねえ、市長は何回地震が来たときに、何分で津波が来ると思うんですか。誰も言える人はおりません、下田地区に。統計学で言うても、どこで起きるかわからんですから、今。いつ起きるかわからん。明日に起きるかもしれん、来年起きるかもしれん。津波の到達時間は、起きた時点では想定はできます。どこで起きるかわからんから、時間は想定できない。そこで私は、この判断はなぜいかんか。既得権がある高台寄る中学生を1、2年生を、下へ下ろしてきて、誰が責任取るんですか、死んだら明日、来年。誰が責任取るか。政治に返された命はね、市長に返されたのが、私よりも20倍重いんですね。20倍か10倍か分かりませんけど。ね、市民の命を守ることが一番じゃないですか。今おる高台を地震が起きて、津波が来て、9人か8人か知りませんけど、残った中学生が命を失ったらどう責任取る。そのことについてお答えを願いたい。私はですね、1、2年残す判断であれば、今のまま中学校に置いとけばいいんですね。あ、この学校が卒業したいという生徒の手紙も来ました。そういうことで判断したというのはそこに置いといて。それはなぜそういう体を下ろすか。今回も700南部1000万近い単費を使ってですね、大学が来るために14億円とは別にするようになってますね。そのことについて私はですね、非常に大学が来るために今の中学生を命をね危うくするのか、そういう政治はないと思います。一つ市長にね、私にも分かる、島田中学校の父兄にも分かる、島田分かる答弁をしていただきたい。次にね、食肉センターの問題、私はこの食肉センターについてはね、2つの条件を市長にお願いしていました。一つは建設にあたってですね、一つは国の補助金、強い農業交付金をもらわないできんと。もう一つは、県の補助要項よりか多くですね、もらってこないとできないと。今、県の方の交渉はしようようですが、国の交付金が断念した。なぜ断念したか。ね、皆さんの私も含めて努力が足らん。ブタンの道東計画ができたもんですから、国が認めてくれなかった。それが一つ大きな原因ですよ、交付金もらえるのはね。だから、今回ね、再度考え直してと、いろんな委員長からの、委員長の中にもありました。私はね、やはりですね、この問題、一回立ち止まって、早急に結論が出ない、職員の身分の問題もある、労働組合との調整もできてない、公社でやるのか民営でするか分かりませんけど、私はね、お願いしておきたい。1年、2年じっくり県とも交渉し、労働計画ができるものかも再度検討をしてですね、次の方向をね、A 方向定めてもらって、この問題もね、いっぱいします。私が一番取り上げてます。私は今回7回目です。初めから危ないと。時にはね、
進む地獄、引くも地獄、どうせならその2つの条件をクリアしてね、進まないかんという質問をしました。市長もそのことについてはね、納得してくれたようです。してもらえようと。片一方の条件が合わんなったからね、ここで私は提案をしておきます。じっくり1年考えてね、市長の任期もあと3年半ありますので、そこの間でですね、考えていただきたい、ええ方向に導いていただきたい、そのことをご答弁願います。ですね、次にですね、島田中学校の未登記の問題についてですね、先ほども安岡明先輩議員からですね、質問がありました。まず、あれですね、お金は先ほど多少払い方が分かりましたけど、未登記になった理由、次にはね、市はね、開発公社にお金を払ったということが分かりました。開発公社は誰に払ったのか、地権者に払ったのか、払ったわけが地権者じゃなかったら誰に払ったのか、うちはどこの領収書を持っているのか、詳しくね、そこが分かるようにご答弁願います。それからね、もう一点、登記ができてないお金を払うた開発公社に、誰かが猫ばわしようかどうかになっとる。ねえ、このお金を支払ったときに、登記はできてないでもね、権利者のね、同意、ね、放棄の同意を取るんですね、役所の仕事として。同意は何人よってね、その当時、今、どの場同意もらってたのか、同意がもらわずつ金払ったというのはおかしいんですよ。中学校が未登記のまま、そのことについても教えてもらいたい。お答えを願います。次にですね、市単独事業について、質問いたします。大学有事事業でね、の、中でも問わせてもらいます。一つはですね、東洋医学の里ですかね、針灸をやり得たところのですね、備品をですね、今回、病院がそこでいらんなったもんを大学のですね、今度来られる大学にいるもんがあったらお許しますということで、大学側もいるもんが使いますということで、そう、そこまではいい話ですがですね、そこでね、今回の授業で市からお譲りする大学に、その運搬費ね、42万9000円を計上しているわけですが、まあ、南部人吉言うてもですね、人吉が四万十市じゃ過ぎらせんかと思うんですね。大学がいるもんをね、譲ることは私はいいと思うんですね。それから蕨岡中学校が廃校になっております。休校か廃校かになってますから、空いてますので、そこへ保管するのは無償でも何ら問題ないと思いますね。ただお譲りする、ただで無償でお譲りするのに、ここに計上しよう、その理由、設備整備費も補助対象としていることから、再利用することで経費削減を図ることができるという議員に議案説明をしていますが、市は経費削減をどれば できるのか、もう一つ合わせて、今度は送っていた、我々業界持っていた戻しなも、うちが市がするつもりか、その2点についてですね、まず大学有事の副参事の方にお聞きをしておきます。次にですね、時間がないからね、次にですね、聞きたいのはですね、
下野小学校の改築工事についてですね、教育長にお尋ねをしますがね、今回先ほども問題になった700何万円の予算がついて3階に、ね、部屋をあれすると大学が来んかったらですね、有事が私は反対やと言ってます。議員の一人ですが、うちの会員も賛成の議員もいます。私の意見を聞いてですね、質問を聞いて反対になるかもしれませんが、もし今時はこのお金はどうするんですか。大学が今時議会でまだ結論出してないから、予算も出してないから、この予算も通るかどうかも分かりませんけど、もし通った時、今時はどうするんですか。まずそのことを一点お聞きします。今時の場合、次にですね、わさび事業についてお伺いします。まずわさび事業はね、今年で5年目、今植えてるから管理せないといけませんので、あと来年再来年とかかります。また今年予算通してですね、あこの永明全部植えるなんてよ、今半分しか植えてない。聞くところによると10月に後期の植えるというふうに聞いて、そしたらね、まず7、8年から、私はね、今年も3回ほど見せてもらいました。一作分と変わりません。私は、このわさびについても、初めから河村議員と共に、したらいかんと。公金で市長には博打を打ったらいかんと。成功することが、80% 見込めるなら、市長実験してもいいが、半々ならしたらいかんと。いうふうに質問もしておりますが、私は成功は何人かの農家の方が普及をする、今現在市の単独の真水の金でお金でも税金を3500万投入しよう、そういう中でですね、投入これ以上続けたらいかんと。7年で打ち切って8年目は国庫の補助を1年目にもらってますから、その実験結果をね、職員で超どういう結果であったかというまとめの1年にしてですね、今年やめるべきと思っておりますが、ご答弁を願います。3作目はしないということをどうかということを端的に聞く。少しでやめるつもりでありましたが、ずいぶんと使いました。答弁漏れのないようにですね、一つよろしくお願いをいたします。中平市長。大変熱の入ったご質問ありがとうございました。まず土曜保育の件についてご答弁を申し上げたいと思います。確かに以前の議会で答弁して、それからなかなか進んでいなかったということにつきましては大変申し訳ございません。ただ保育行政は土曜保育だけではございませんので、その他いろいろなものにやった中で若干遅くなったのではないかなと思いますが、この後担当課の方で土曜保育につきましての考え方の答弁をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。そして中学校の再編協議中にいつ誰が決めたかということでございますけれども、まずこのことにつきましては、令和2年1月に学校法人から下田地区の中医学研究所と下田中学校を活用することを前提に大学を開設したいという最終判断が示されました。学校法人が下田地区を最終判断とした理由は、学生確保において大変魅力的な経験環境であること、また大学施設として使い勝手の良い中医学研究所を中心とした整備が望ましいこと、また有岡にある四万十看護学院は学校法人育英館が運営をしておりまして、京都看護大学は系列法人である学校法人京都育英館が運営する大学となりますので、別法人が同一敷地内で校舎を兼用して使用することが難しいということがありました。そこで学校再編の協議中ではありましたが、大学誘致の可能性を無駄にしないためにも、また進学部設置の可能性を探ることから始めるとして、下田地区に説明に入るということを市として判断をし、議会説明の上取り組みをさせていただいたものでございます。そしてその令和2年2月
令和2年の1月15日に私、副市長、出居して教育長、および担当課長4人で協議をした中で判断をいたしました。そのすべての責任は私でございます。そして、まず留学生の問題、確かに議員が申されますように、これから先に生徒の確保が大変厳しい時が出てくると思います。私はやはり、日本人でこれからこの大学も含めまして、例えば四万十市の介護の問題、あるいは農林業の問題、そして建設建築も含めまして、すべての職種を賄うことにつきましてはもう不可能であろうと思っております。これは日本全体でございますけれども、そういった観点から考えますと、やはりこれコロナが一定収束をしたときには世界がもっともっと短くなるという思いもありますので、将来的にはどうしてもこれは留学生、これは中学だけではありません、ミャンマーであるとか、あるいはベトナム、カンボジアも含めまして、いろんなところから来ていただいて、そこの中で生徒を確保していくという形の中でご答弁をいたしました。確かに副参事が考えてないという答弁をいたしましたが、これにつきましては当面できて、10年近くは日本人でやれるということでありましたので、それを踏まえた中での副参事の答弁でございますので、若干自分と言葉があれがありましたけど、それにつきましてはぜひご理解賜りたいと思います。そして下田中学校の、下に下ろすということについてでございますけれども、これにつきましては、ご存知のように私は2つの案を提示させていただきました。1つは令和4年のに統合する、もう1つは2年間下ろしてやる。確かに今から20年前、私が西戸浜村の議会議長、あるいは村長の当時であれば、そのもう令和4年に統合するという方向で決めたと思います。それからこういう仕事を約20年近くやっておりましたので、人の話もだいぶ聞くようになりました。そこの中で9名の子どもたちの作文を見たときに、やはりこれは強引に令和4年にすることはいけないということで、その思いに応えるべく2年間下に下ろしてやるという形を決断をしたところでございます。確かにそのことについては教育環境等々につきましても十分ではありません。大変申し訳なく思っておりますけれども、そういう形の中で決め出していただいたところでございます。そして津波の心配、議員の方から申されましたけれども、確かにごもっともでございます。ただ学校で生活する時間というのは、全部の生活の約3分の1ぐらいではないかなと思います。やはり最も大切なことは、その場その場で例えば災害が来た時にどういう形の対応できる能力を養っていくのかということが重要であろうと思いますので、より一層今後防災教育も含めまして危機管理体制、そういう形の中で進めてまいりたいと思いますので、大変申し訳ございませんがご理解を賜りたいと思います。そしての未登記用地の件について若干自分の方から自分の考えを述べらせていただきたいと思います。この下田の未登記用地につきましては、特に行政で未登記用地の問題というのは大変大きな課題でございます。一つ私の経験申しますと、実は現在網代バイパスが開通をしておりますけれども、網代バイパスの工具地が大変用地の問題で揉めまして、これは西戸浜村の村長当時でございますけれども、香川県にその持ち主がいて、香川県に数回足を運び、当時の建設課長と一緒にそしてお願いをした経過がございます。1回などは朝昼の1時ぐらいについて晩の9時ぐらいまでお話を聞かされたということもありまして、そこの中で地元の人がもう動揺するという、地元というかその地権者の方が判をもらったような経過もございますし、また副市長当時土地開発公社の理事長をさせていただきましたので、その時にも高知の方で未登記の問題がありまして、当時の局長と数回足を運んだ中で、そういう形の中で了解をもらい登記をした経過がございます。この今問題となっております未登記の土地につきましても、自分がまた副市長当時にこの問題が起こっていることは承知をしておりました。それでそのために神戸の方に土地開発公社の局長、そして数回生かしてそこの中でこれを進めておりましたので、私といたしましては当選も終わってもいるもんだと思っておりましたけれど、今回こういう形になりましたので、確かに市民の方を相手に裁判を起こすということにつきましてはできたら避けたいわけでございます。
ですので今議会終わった後にもしその神戸の方々が会っていただけるのであれば、私も足を運んだ中でできるだけ同意を取るようなそういう形の努力をしてまいりたいと考えております。またこの考えつきましては、先ほど後ほど、ま、教育委員会の方からまた答弁をいたしますけれども、まあ、できるだけその同意を得るというような形でやっていきたいとは思いますけれども、どうしてもそれができないときには一定の訴訟も仕方がないのではないかなと思っているところでございます。またそこの中で答弁が抜け落ちておりましたら、また後ほど言っていただきましたらまたご答弁申します。よろしくお願いいたします。久保教育部長。どうも失礼します。そしたら上岡議員さんの質問に対して答弁させていただきます。まず自分確かに下田中学校の3階で下田小学校の3階で中学生1年生2年生がですね、まあ、来年2年3年になるわけですけれど、まあ、学習生活するには最高の環境とは考えておりません。で自分たちとしては、まあ、基本的にはです令和4年4月に、まあ、一斉に中村中学校へ統合することがベストだと思います。ただ市長さんの立場で、まあ、直接市長さんの方にも、まあ、中学生から手紙も来ました。で保護者の方の熱い思いも市長さんの方に直接伝えてきました。で自分としても、まあ、市長さんのですね、まあ、最大限の配慮っていうか、それをあっての最終的な判断だと思いましたので、まあ、自分たちも、まあ、中学生今13名ですか、1年生2年生が、まあ、下田小学校の3階で生活するのはなかなか辛い面もあると思いますが、まあ、自分たちにできることは、まあ、精一杯中学生がそこで、まあ、快適に学習生活ができるようにすることが、まあ、ベストかなと今考えているところです。それと地震のことがありました。確かに下田中学校は高台で、まあ、下田小学校が低い位置になるがですけれど、まあ、下田中学校耐震の工事をやっております。でも下田中学校っていうのは築50年経っています。ですから今自分が考えるのは、地震で下田中学校が倒れることはないと思います。ただ地震が起きたときに津波の前にまず何が一番心配なかっていうと、まあ、例えばあってはならないことながですけれど壁が崩れたりとかですね、そういうその揺れによる、まあ、建物が壊れることから自分の身を守ることが一番だと思います。そういう面では実は下田小学校は築20年ぐらいです。ですから現在のその耐震基準にも十分耐えれるだけの建築物です。でそういう意味ではまず下田小学校で、まあ、比較的新しい建築物ですので、まあ、物が落ちてきたり、物っていうのはそうこういう壁とか天井とかそういう意味ですけれど、まあ、そこから身を守ってもらって、まあ、日頃から避難訓練もやっているわけですので、まあ、素早く、まあ、高台に逃げていただくと。でまず考えないかんのは津波じゃなしにやっぱり自分の身をその揺れて建築物が壊れた、そういう状況から、まあ、守るっていう意味では、まあ、下田中学校で、まあ、築50年の建物の中で落ちてきたりするものから身を守るのと、下田小学校の新しい建物の中でっていうと、まあ、何とも言えないっていうか、もちろん高台で新しい建築物が一番いいんですけれど、まあ、一概に下田小学校が地震の際には特に危険だっていうことはちょっと言いにくいかなと思います。それともしも大学が来ない場合ですけれど、自分たちとしては、まあ、大学は令和5年4月に開校するということを考えて、まあ、下田中学校の生徒さんが下田小学校に降りてくる場合の、まあ、快適な環境づくりのための予算を考えるわけですけれど、実は自分たちの中でも大学が開学するしないは別にして、今は中学生1年生2年生は下田小学校へ降りて下田中学校の生徒として卒業するということになってますけれど、果たして蓋を開けたときに下田中学校の13名の生徒さんが全員下田小学校に降りてくるか、ひょっとすれば
下田中学校の今の1年生2年生は今の時点では小学校に降りてくるか降りてくるって言ってますけれど、やっぱりアンケート調査をせないかんと思います。実際もうすでにアンケート調査を今日お回ししたがですけれど、ただ今の時点で降りてくる、降りてくるって言い方悪いですね、まあ、下田小学校で生活するという子どもさんが12月になったらひょっとしたら友達も中中へ行くので私も僕も中中へ行きます、ひょっとしたら下田中学校へで下田小学校の3階で勉強しようという子どもがゼロになる可能性もあるんです。で自分たちもそれを考えてできるだけギリギリの範囲まで予算を執行するのを伸ばしてですね、ただ自分たちが考えているのは4月に中学生が下田小学校へ降りてきたときに準備できてませんということを絶対防がないかないんです。ですからそのあたりのもうギリギリまで待って、しかも4月には万全の準備ができると、その時点での予算執行ですのでいうことをまあ今考えているところです。ちょっと悩ましいところながですけれど、まあ大学が来ない場合とそういう生徒さんが小学校の3階で生活しないということ、まあ、その2つの想定をしながら今のその教育委員会の事務局といろいろ考えているところです。以上で終わります。山崎学校教育課長。私の方からは大学誘致に伴う課題についてというところの分泌登記の目的および必須というところと下田中学校の用地の未登記についてご答弁をさせていただきたいと思います。まず下田中学校敷地にかかります分泌登記についてでございますけれども、これにつきましては大学誘致を行うことに伴いまして、今後学校法人に貸与することが予定される区域と市が継続して管理する区域を明確にするために実施するものとしております。市が継続して管理する区域には現在ございます下田地区の防災活動拠点施設、これからそれから施設に付属いたします駐車場、耐震性貯水槽、下田中学校プール等が含まれるというふうに考えております。なお、ご質問の分泌する土地の筆数につきましては、3筆というふうになっております。合わせて、下田中学校敷地内に存在をします、法定外公共物、いわゆる赤線についてでございますけれども、この表題、保存登記を行うことというふうに、しております。続きまして、下田中学校用地の未登記についてでございます。まず下田中学校用地取得および未登記となった経緯を簡単に説明をさせていただきますけれども、この未登記となっております土地につきましては、下田中学校の用地として取得するにあたり、当該土地を所有する登記名義人である相続人の一人の同意を踏まえて、財団法人中村市土地開発公社が昭和43年11月18日に下田開発協議会から購入して、続いて先ほどございました中村氏が土地開発公社から昭和44年5月1日に購入しているものでございます。よって中村氏につきましては土地開発公社にお金を支払っております。その前段、中村氏土地開発公社はその手前の下田開発協議会の方に昭和43年当時にお支払いをさせていただいているところでございます。その後、確認できる資料では、土地開発公社により、昭和55年頃から、未登記地の解消に取り組んで、おりまして、18年の、国土調査の成果によって、下田中学校敷地内に、今回の土地を含みます、4筆の、未登記地の、位置や地籍が、確認を、されたところです。その後、4筆中3筆につきましては、現在までに登記が完了しているところでございますけれども、残る今回、問題となっております1筆については、現在も未登記のままという状況でございます。この、ご質問の1筆が、未登記となっている理由についてでございますけれども、
まず当初、下田開発協議会が相続人の1人と当該地の売買を行う際に、当時の相続人全員から所有権移転に必要な議員おっしゃられます同意や書類が整わない状態で土地代金を支払っているものと思われまして、その状態のまま財団法人中村氏土地開発公社へ、続いて中村氏が購入したことが、現在まで所有権移転登記ができていない大きな要因であるというふうに考えております。なお残された資料をもとに確認する中では、土地代金の支払いについてその当時相続人全員の同意があったかということは定かではありません。この当時につきましては記録上15人の相続人がおられたという記録が残っております。また相続人の1人に土地代金が支払われているという記録はありますけれども、その後その土地代金が他の相続人に渡ったかということについては市では把握ができておりません。先ほど市長もご答弁申し上げましたが、平成20年当時くらいからそのこの水戸基地の解消というところに努めておりますけれども、その当時にはすでに相続人が39人までに膨らんでおります。その中で31人についてはですね、平成21年度までに承諾を得ているということに記録としては残っておりまして、その後現在今議案で訴えの提起のをさせていただいておりますけれども、現在の時点では42人に相続人がなっているということでございます。以上でございます。武田子育て支援課長。それでは私の方からは保育行政についてお答えいたします。まず土曜午後保育についてですけれども、このニーズにつきましてはできるだけ早期に取り組まなければならないニーズであると認識しておりますが、現在実施できておりません。このことにつきましては、先ほど市長も触れましたけれども、他の保育サービスの充実、特に障害児保育でありますとか、待機児童解消、そちらを優先して取り組んできたところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。ただ、このニーズにつきましては、議員からも再三ご意見いただいておりますし、保護者からもたくさんニーズがあるということは把握しておりますので、来年度は拡充したいと考えております。次に、兄弟で別々の保育所に入所している事例はあるかについてでございますけれども、ご承知のとおり、市内の保育施設につきましては、各施設、受け入れ対象年齢が違います。そういうことから、例えば、恵み乳児保育園と児童保育所など、保護者の方が受け入れ対象年齢の違う施設を選択されて、その結果、兄弟別々の保育所に入所しているという事例はもちろんございます。ただ、議員のご質問の趣旨は、入所調整によって、保護者の希望に沿えない形で、別々の保育所に入所していただいている事例ということかと思いますけれども、そういった事例は、公立ではございませんが、民間で一説ございます。以上です。中田企画広報課副参事。私の方からは大学誘致のまず下田中の再編を再編中にいつ誰がどんな会議をしたのかというところからちょっとご説明させてもらいます。詳しい内容をちょっと説明しようと思ったんですけれども、市長がしていただきましたので、はい。
いつ、誰がというところは市長から、説明したところですけれども、会議の内容というところで、どんなことを話したかということなんですが、大学誘致の可能性を無駄にしないためにも、進学部設置の可能性を探ることから始めることとして、下田地区に説明に入るということを市として判断し、議会説明の上、取り組みをさせていただいた。いただくということの、話し合いをしまして進めさせていただいたというところでございます。それから、10億円の根拠でございますが、これまで学校法人に対し、大学設置についてお願いをしてきた経過もあります。大学誘致をする立場として、進学部設置にかかる経費についてはできる限りの協力をしなければならないと考えております。そのため経済効果の推計や市財政の運営等について勘案し、補助上限額を10億円としたもので、財源については四万十市を応援したいという方々からいただいた寄付金を積み立てているふるさと応援基金を想定しており、単年度補助は難しいとのお願いをし、分割による補助ということを考えているところでございます。それから外国人留学生の件ですけれども、市長は考えているのに私の方から考えていないということでございますが、私の方からの答弁といたしましては、現在京都看護大学法人として留学生を受け入れていないというようなことでご答弁させていただいたことでございます。5年後10年後のことではなく、現在今の状態として答えさせていただいたということでございます。誤解があったら申し訳ございません。それから国家資格に関してですが、国家資格は学士の看護学となっております。それから教員の資格というのは今のところ聞いておりませんので、卒業と同時に取れるのは学士の看護学ということだけになります。それから体育館はどうなっているかということです。これも私のたびたびの説明不足で大変申し訳ございません。川淵議員が、ご質問されたときに、運動場グラウンドのことだけをちょっと考えてお話ししておりまして、多目的ホールの体育館の、機能というものを、きちんとご説明しておりませんでした。多目的ホールは食堂、それから入学式卒業式のホール、それから体育館としても利用するということでお聞きしております。体育館というのは運動ができるスペースがあればいいということですので、きちんとした体育館というか運動できるスペースとして体育館を機能を置くということでお聞きしております。それから図書館ということなんですが、図書館は基準ではいるようになっております。校舎等の施設として図書館はいるということになっておりますけれども、図書室を整備するということでご答弁させていただきました。図書室と図書館は同義ということで、図書室でも構わないということでお聞きしております。それから書物です。何冊いるのかということですけれども、数量的な目安はありませんが、目安はないということです。それから定員の 10% 以上の座席数が設けられることが望ましいということで、そちらの方はきちんと整備するということでお聞きしております。それから備品についてです。中医学研究所内にある備品のうち、大学から再利用の申し出があった備品を中医学研究所の改修工事中に蕨岡中学校に仮置きするための運搬費の補正予算案についてですが、この備品は平成18年12月末に下田の中医鍼灸院を休止し、翌月中村東町の中医学研究所附属鍼灸院へ一本化して以来使用されていなかった備品のうち、再度市民病院の使用の有無を確認し、市民病院の使用が見込まれないとされた備品でございます。誘致を行う市としまして、できる限りの協力をさせてもらうとの考えから行うものでございます。学校法人への補助金の交付については、まだ要項の整備はしておりませんが、令和3年3月26日に協定を締結いたしました、仮称京都看護大学四万十看護学部設置運営に関する基本協定書および学校法人との支援に関する協議事項に基づきまして、備品、施設整備、設計、
工事費など、新学部の設置に要する費用に対し、補助を予定していることのため、学校法人に再利用していただくことで、全体経費の削減を図るものでございます。議員がおっしゃられました市は、経費を削減をどのくらいできるのかということでございますが、これも私の説明不足、きちんと、書いてございませんので、法人、市が、経費を削減できるように書いてございました。全体経費の削減を図るという意図でちょっと書かせてもらったもので、説明不足により誤解を招く結果となっていたしまいました。申し訳ありませんでした。以上で説明の方を終わります。山本地震防災課長。私の方からは、大学誘致に伴います、防災拠点としての機能ということにつきまして、お答えさせていただきます。繰り返しになりますけれども、大学施設の避難所利用に関しましては、現在、地域、大学と協議を進めているところでございます。その協議内容をもとにいたしまして、今後、避難所利用に関する取り扱いを定めました協定の方を、市、地域、大学の3者の間で締結する予定としております。その中で、当然、施設の利用期間につきましても、一定、規定する必要がありますけれども、市と地域との基本的な考え方といたしまして、避難者の方が1名でも避難している限りは、大学施設を避難所として利用させていただくと、そういうことを強く提案をいたします。議員の方からは、1年という具体的な期間もお示しいただいておりますけれども、実際に大学施設を避難所として利用する期間がどの程度になるのか、それは発災状況など、さまざまな要因に左右されてまいりますので、1年という具体的な期間をお示しすることは、現時点では難しいと考えております。桑原農林水産課副参事。それでは上岡議員の質問に対して答弁をさせていただきます。2つの国の交付金、県の補助金が多くということで、2つの要件のうち国の交付金を断念したということで、1、2年立ち止まりやるべきだということで提言をいただきました。そのことについてはですね、今回で8回目になりますけど、令和2年の12月9日ですね、上岡議員より、今、交付金がもらえなかったとき、どういう考えを持っているのか、市長からご答弁いただきたいという質問をされています。それで、上岡議員もですね、やはり規模を縮小するなり、レーンを豚に特化するなり、もしくは土地区だけということで、いろんな方法があると思うんですということで、そういった方向で検討されるということで、提言をいただいております。市といたしましても、そういった方向で検討してましたので、そこが一致する部分であったというふうに、思っております。そこで、今回ですね、経過等はかなりありますので、長くなりますので、これ以上長くしたら議員の皆さんにおられますので、ちょっと飛ばかしていただきまして、事業費について、事業費の推移についてですね、ちょっ と答弁したいと思います。平成30年当時、2億円建てのですね、2階建ての48.5億円約で、3階建ての場合は53億円、総事業費でですね、53億円の場合ですけど、57.7億円程度としており、その後、昨年には増税とか資材高騰、さらには諸経費率のですね、見直しを含め、総事業費が62億円程度と見込みであることをですね、報告させていただいた経過がございます。この事業費は国の交付金を活用する前提の事業規模で、概算事業費でありまして、
当時は国の交付金に向けた取り組み継続や事業抑制の検討、採択、交付金採択が困難になった場合のですね、規模縮小による事業実施の可能性について並行して検討してまいりました。当然市といたしましても食肉センターの整備が財政破綻につながってはいけませんので、事業費を抑制すると同時にしっかりとした事業計画を作った上で事業をやるかやめるかの判断が必要でありました。現時点でですね、まあ、基本計画レベルになりますけれども、概算事業費は先ほど設計等も含めですね、約 53.7 億円としております。この事業費の主な内容としましては、設計計画、計画設計等に約 2.8 億円、本体整備費に約 39.1 億円、消費税を含めた諸経費等にですね、諸経費等に約 11.8 億円でございます。この概算事業費につきましては、1日あたり600棟の処理とする土地区場のみ、土地区場のみを整備とし、土地区は豚のみ、湯揚げ方式とし、有利な記載であります地域活性化事業債をですね、活用したとしています。これにより、まあ、62億円、まあ、交付金の、国の交付金を活用した場合と、整備費にかかる市の実質負担額を比較しますと、約 3.2 億円の削減につながると試算しております。が、このうち、まあ、この約 53.7 億円の概算事業費は確定値ではなくですね、できる限り削減に向け、まあ、基本計画レベルではありますが、県の協力を得ながらですね、精査を行っております。続きましてその内容ですけど、整備内容ですけれども、市といたしましては、国の交付金を断念いたしましたので、一つ目として、整備財源の軽減を図るため、有利な記載であります地域活性化事業債が活用できる民設民営方式で進めております。この整備費については、一般会計から第三セクターの法人への補助を行い、その回収は行わないことになります。これは高知県食肉センター方式と、県の食肉センター方式と同じでございます。二つ目としては、事業費の削減のため、豚のみの土地区場としました。3つ目として整備する施設ですが、これも事業費削減のため、部分肉加工場は整備せず、土地区場のみの整備とすることにしました。このことについては、事業者からも老朽化も著しく、ハザップ対応も難しい土地区場であるため、土地区場のみでも早く整備してもらいたいとの意見も出ております。加工場の整備については、各関係業者が現在使用している自社加工場の増築、または敷地内の空いたスペースに必要に応じて自らが新たな加工場の整備を行ってもらうようお願いをしております。これにより、先ほど答弁で申し上げましたけれども、国交付金を活用した場合と比べ、市の実質負担額が約 3.2 億円の削減につながると試算しておりますが、今回の本市の食肉センター整備にあたりましては、高知県広域食肉センターの整備と密接に関連されているので、一県二都城の枠組みを設定した高知県から強力な財政支援が必要であります。県からは高知市の食肉センターと同等の財政支援をいただけることになっておりますが、高知は28市町村、四万十市は6市町村の枠組みとされておりますので、それでは市として大変厳しく、県内で豚の唯一の土地区場となりますので、県には最大限の支援をしていただく必要があり、県と負担割合の協議を現在行っております。4つ目としては、施設規模は1日600棟を処理する能力のある施設で進めていくことにしています。現在と同じ1日当たり480棟を処理する施設では、関係事業者の棟数調整をしなければ、豚を処理することができないため、祝祭日に特別土地区を行っています。現在行っております。このような特別土地区を行っている食肉センターはほとんどなく、高知県食肉衛生検査所からは、新しい施設ではこのような特別土地区をしないような施設規模を要請されております。5つ目として、土地区方式は湯揚げ方式について関係業者と協議しております。
理由として土地区場の運営について川萩方式に比べコストの軽減が図られること、作業の効率化が図られること、衛生面の向上が飛躍的に図られること、湯萩方式は中国四国では初めてなため多施設と差別化が図られ、食肉センターとしての将来にわたる食肉の競争力の強化が図られること、また関係事業者からの聞き取りでは肉の仕上がりが川萩方式に比べきれいであること、衛生面の向上により消費期限の延長により有利販売につながること、つながる可能性があること、四万十市で土地区された豚は肉もきれいだし日持ちがするということになれば競争力の強化が図られる可能性があることなどにより湯焼き方式で検討してもらっております。検討しています。6つ目としては一番重要なことでありますけれども、土地区料金等の設定ですが、第三セクターである食肉公社の経営が自律的安定的に回るよう現行料金の冷蔵庫使用量を除いた1棟当たり2200円より増額で関係者と協議を行っております。その増額の設定条件ですが湯上げ方式で土地区棟数の確保が見込める年間11万棟で運営が累積で黒字になる金額として交渉を行っております。どちらにいたしましても、条件として、どちらにいたしましても、今、建設費用については、市の負担可能額を超える分については、関係業者等からの支援が得られること、に運営費用については、第三セクターである食肉公社の経営が自律的、安定的に回る。経営シミュレーションが作れることが2つが条件ですので、それに向けて一生懸命、取り組んでますので、それが1年のか2年のか、今すぐこういったことで県と業者と合意できてやれるのかは、についてはですね、今後の調整、ということでですね、ご理解いただければと思います。以上で答弁を終わります。小谷農林水産課長。はい、私の方からは、わさび栽培についての ご答弁をさせていただきます。一昨目を終えまして、本市の温暖な気候や水温の条件下でもわさびは一定成長することが、確認をできておりますが、品質面や収穫サイクル、採算コスト面などさまざまな課題がございました。こういった課題を踏まえた上で、現在2作目に入っております。この2作目で本市のわさび栽培の経営手法を示せるように現在取り組んでいるところでございますが、仮に良い結果とならなかった場合は、結果的に運営の経営の指標ということは示せなくなります。そのためその後の方向性につきましては、昨年の12月議会で議員からご提案もいただきましたように、また答弁でも申し上げましたとおり、ハウスプラントを民間に貸し出しまして、試験研究を継続をお願いするなど、わさび協議会とですね、協議を進めていきたいと思っております。以上です。消去します。正解にします。桑原農林水産課副参事。失礼しました。答弁漏れがありましたので答弁いたします。事業実施主体はですね、民設民営ということで、第三セクターを設立しまして、整備と運営をしていくということで、職員の身分についてはですね、現在今土地区作業員は21人で、そのうち7名が嘱託員、14名が会計年度任用職員となっております。現状公営で直接事業となっておりますので、民営化に伴い職員の身分の整理が必要となっております。これは大変
身分についてはですね、大変重要でデリケートな事項であるという認識はしております。そこで以上です。上岡忠議員。それぞれご答弁をいただきました。ありがとうございました。1にね、2、3、気に食わん答弁もあります。しかしですね、12分、あと2回の質問できるんですが、時間が12分しかありませんので、今回はですね、都庁の身分に、職員の身分については12分にね、職員とも話し、労働組合とも話しね、そういうことでの慎重な運営をしていただきたい、そのことをお願いしておきます。答弁はいりません。そしてですね、もう一つ、未登記の問題でね、元市民やった方をですね、中村市に、四万十市に、ゆかりのある人をね、市の不手際でね、訴えて、自己所得で裁判を訴えて、登記をすると、いただくと、そういうことはね、ないように、答弁を聞いてみますとね、開拓公社のね、手違い、開拓公社の手違い言うても、現市長もですね、元は開拓公社の理事長、市がやったことと同じことですよ。開拓公社にかけてるけどね、市の事務の不適合でね、こういうことになった。なったことをね、訴えると。このことはね、どうしても避けてもらいたい。努力で話し合いでね、納得してもらってね、ね、してもらいたい。お金のやり取りもね、おかしいんです。昭和43年当時ですからね、2年3年やからおかしい。地権者にお金がいかんとですね、開発規制同盟会みたいなのを作って、そこにお金を開発公社払っとる。実際確認もできてない個人にいたのかどうか、そこからいろんなことが確認できてない部分は古いからね、あるからできるだけ裁判をせんようにお願いをしておきます。議案も出ておりますけどね、一つよろしくお願いします。あと10分ですので、あと8分使ってですね、2回目質問、大学の質問をします。私は大学がね、今みたいに子供、昔みたいに子供がおってね、全て本当に10億円払ってもですね、11億円になってもね、来てもらったらいいと思ってるんですね。しかし、まあ中学校の問題があるからね、中学生がおるのに死体を下ろしてというのはまた話は別ですけど、しかしなぜ私が35年前は何よりもええと思ったがいかんかという理由を話します。要はね、今現在大学1年生は18歳からで19歳の人はですね、大学生は1年生4年生大学で75万人約おります。それは私の調べでは進学率、18歳の大学受験資格がある人の 55.6% です。75万人、4年生全部で辞める人もおりますからね、290万人今日おります。大学生は国立国公立私立合わせてですよ。それやけどね、その中でね、18年後、今年年度4月から今年の3月まで生まれた人がね、82万人。それが仮にですね、80万人が18歳人口で推定となります。仮に進学率を上げて 60% にしてもね、45万人弱しか大学ではできない。そこでですね、今年の昨年の1月から3月までと今年の1月から3月までを比べるとね、2万人弱3ヶ月でも子供が生まれてない。来年は1年間の年度でいうと80万人を随分来て78万人よりか77万人に近くなる。それほどね、今の子ども少子化が進んどる。そういう中でね、先ほども1回目の質問で市長言いましたけどね、地方の大学ほどですね、市長も認識しているように 31% の定員割れの大学があると、先ほども聞きました。この大学は学士さんにはなれると。看護師さんの受験資格はあると。ただ教員も必修がないと、カリクラムがないと。
保健師さんもね、受け入れないと。そういうことを私は推測するとですね、後進の大学、新しい大学がね、よりこの影響を受けると。75万人から45万人になった時の影響はね、東大は受けない、京大も受けない、国公立大は質は落ちるかもしれんか、人数が少ないから受けない。後進の大学、それも地方の大学、大都市のね、後進でもね、福岡にできるとかですね、名古屋にできるとか横浜にできるとか言うと案外救われてる。まだ救われず、例えば救われるとこもあるんですよ。九州の別府にある大学、立命館アジア大学なんていうのは、大阪から西のね、中四国、九州の中ではね、西南学院大学が一番良かったんだけどね、私立ではですよ、ランキングが、偏差値が平均的に。後発の大学でもいいんです、一番いいんです。しかしですね、先ほども1回目言った四国の大学、9校ありますけどね、今、5校定員割れ、高知県にある2つの大学はね、それも医療系ですよ。まあ一つ付け加えると、私の家のことで申し上げ、娘も看護大です。看護学科卒業です。その時には4年生出た人はね、全国で5000人、今は2万5000人、学卒の看護師さんがおる。だから5倍に増えたかと。免許を持った人は5倍に増えたんですよ。だけど、増えてないんですね。60人に卒業でしたけどね、今、看護師さんは20人です。保健師用とか20人。あとの20人は何もしてない奥さんです。ということですのでね、やはりもう限界が来とると思うんですよ。看護師さんが足らんがではありません。いかんがです。ということでね、生徒がおらんですね。やはり生徒がおらんの時のね、一番のあれはね、近頃できた大学というのは、学科というのは、薬学、看護薬学、歯医者さんですね。歯医者さんと薬学はね、まだ看護師さん、生徒があるとき、人がおらんなってもね、まだ持つかもしれません。ここが一番持ちにくいと、後発の大学で。私はそういうふうに認識をしてます。そこでお聞きします、市長に。市長はですね、今75万人、大学院先生がおる、18、今年、令和2年度に生まれた方が87人、45万人になる、45万人というのは進学率で大学行く人ですよ。私は多めに見とるんですね、60% というふうに。4年生大学行く人、それでもね、そういうことを前提にあることは認めていただくでしょうか。2回目の質問にですね、まず市長にですね、お聞きしたいんですね。それだけで2回目の質問を終わります。3回目を続けて大学のことを問います。中枝市長。お答えをいたします。今ほど議員が申されましたように、確かに出生数激減をしております。また大学へ進学する方につきましても、かなりこれから厳しいというのは分かっているところでございます。ただこれは日本人で全てを賄うという形であれば、そう確かに議員の申される通りであろうと思います。上岡忠議員。3回目の質問をいたします。やはりね、自然がね、慶応の税金もで、当初は36億円しか1年間入ってきない、固定資産でも、その中で10億円では効きません、早から今年の補正でも、単費で1000万円、ね、認めるか認めるか、また別の話として、執行部から上がってきてます。そういう中でね、将来、外国からの留学を当てにしてね、というものは私は無理があると思うんですね。
いろいろな条件、ヤンマーからヤンマーの政権が軍事政権になってよね、いつ世の中どうなるかわからない、そういうことでのね、甘い推測でね、この大事な市民が出した税金をですね、10年後、人が集まるかどうかわからないと、外国人に任さなきゃんと、外国の大統領に任すわけにいかんのですよ、私は。だからね、市長、で、その分析というのがね、してないんじゃないのかと思うんですね、この1年半、質ができても。私は、県立の元は高知女子大、県立大の看護の30人、40人の国ができるがやったら、逆に県の方に10億円払うって来てもらったらいいんですよ。日本で一番4大の古い看護学科は高知県立大ですよ。高知大なんかはまだ46年しか経ってない。うちに1期生のお医者さんもおります。菊池先生、岡本先生がおります。そういう中でね、そういうことであればね、私は物手を挙げて賛成しますね。そういう中であれば、私は10年先、18年先、30年先持たないという孔子の、いや、この大学だけじゃないんですよ、私の言うのは。孔子の大学、今でも 31% の定員割れがあると。ここになると私立大学、私立大学でね、淘汰される。例えば今言う関東で言うとですね、マーチングとかね、日東駒線とか、関西でいう、うちにも卒業生議員でもおりますけど、カンカン通りとかね、日東駒線とか、そういうとこであればなんとかこの3分の2の大学生になっても持ち答えれるかもしれません。おそらく私の卒業した大学はですね、持ち答えないね。今2500人もはおるけどね、持ち答えない、定員割れてないですけどね、という推測があるんです。だからですね、高圧の大学、四国の中の私立大学は大変松屋大学厳しくなるというふうに私は思っています。そういう中でね、再度予想も立てて参加民主、私は検討すべきやと、早急に急がれん。これもなぜ言うたら、私はお金が市税の使い方だから、市の単独予算についても今回質問しました。どうかですね、もう一回ご答弁願いたい。参加、十分に考えるという、考えるか考えんかというご答弁をお聞きたいわけですね。よろしくお願いします。中平市長。ご答弁申し上げます、まあ、昨日も申しましたように、あの私立大学の 31% が定員割れという形で、大変あの厳しい大学がいるあることは重々承知をしております。またそういう中で、この地方に来る大学というと、どうしても特色を持った中でやっていかなくてはなりませんし、私はその看護というのはその一つに当たるのではないかなと考えております。ただ今ほど議員が申されましたように、まあ、人口減少も含めて大変その心配のこともありますので、再度またちょっとあの考えてみたいと思います。ただ一つで、以外 の議員にもあの一緒に共有していただきたいのは、今から先に、これは大学ではありませんけれども、いろいろな産業も含めまして、日本人で全て賄うということにつきましては、もう無理の時代になっておりますので、これからコロナが収束をすると、あの世界規模で人の移動がどんどん進んでくるのではないかなと思いますので、そういう形も踏まえた中で、あの議員の申されましたこともまた頭に入れた中で、あの検討はしてみたいとは思いますけれども、いずれにいたしましても、まあ、学校も含め、すべてがもう日本人ですべてを賄うという時代は終わったのではないかなという思いを私は認識をしております。亀山君、ちょっと答弁がありますので、ちょっと待ってください。あ、答弁あるの？中田、企画広報課副参事。
すみません、お時間いただきます。先ほど、書物に関しまして、一般的な基準や見合わせはない答弁をさせていただきましたが、これは大学設置等にかかる基準ということでございまして、看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインでは、きちんと図書で基準がありますので、ちょっと答弁の方を訂正させていただきたいと思います。基礎分野に関する図書といたしましては、1000冊以上、専門基礎分野および専門分野に関する図書は1500冊以上、学術雑誌については20種類以上ということでございます。大変失礼いたしました。議長、将棋でございます。将棋します。正解にいたします。以上で上岡正議員の質問を終わります。これにて一般質問を終了いたします。昇級にいたします。